来る前までは自信満々でしたが、ここに来たら、はい、緊張してしまいます。目標は、目標はもうもちろん優勝です。茨城県民の誇りを胸に正々堂々と全力で戦います。頑張ります。絶対優勝します。1回戦A ブロック出場の5校が登場してきています。太刀打ち面積とは、総面積から森林面積や主要な湖、沼の面積を引いた面積ですが、茨城県の果樹地面積は全国第何位でしょう。第何位か答えてください。はい、第4位。はい、第1位です。第4位です。第4位です。第4位です。では答えを見てみましょう。こちら第4位です。4位です。淀の滝です。席にお戻りください。第1問、霞ヶ浦の湖の面積は全国第何位でしょう。2位です。2位です。え、2位です。2位です。2位です。全員揃って2位という答えでした。答えを見てみましょう。こちら2位です。全員正解おめでとうございます。では1問正解の札を立ててください。霞ヶ浦の湖の面積は 168.18 平方キロメートル。さあでは C ブロックのね、はい、第4問、現在の茨城県議会議員の定数は何人でしょう。もうすごいどよめきましたよ会場が。65人です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 。答えを見てみましょう。こちら正解、65人です。ちょっと手強いですね C ブロック。一方上北中勝ち抜けということになりました。おめでとうございます。 D ブロック第1問、茨城県の木に指定されている木は何でしょう。いいですね、茨城県の木です。何かとこう混同する人もいるかもしれない。そうですね、いろんな木があるから気になりますね。答えを見てみましょう。こちら梅です。ここはね、そつなくね、玉作り中が勝ち抜けということになりますね。一緒に目指して頑張りたいです。はい、 E ブロック第1問です。茨城県で最も高い山は何でしょう。闇蔵さん。答えを見てみましょう。こちら闇蔵さんです。はい、正解。どっちかどっちか。いや、チームの意見をまとめて。さあF ブロックの皆さんです。茨城県出身の陶芸家で、陶芸家として初めて文化勲章を受賞した人物は誰でしょう。さあ答えを見てみましょう。こちら板谷波山です。今の気持ちをどうぞ。一回戦が突破できたんで、今度は決勝も頑張りたいです。はい、さあ G ブロックの皆さんの、では対戦進めていきたいと思います。茨城県の魚に指定されているのは何でしょう。お30秒もいらない感じがします。下島もいいですよね。後ろも地味に頑張れ角持ちを出ております。では答えを見てみましょう。こちらヒラメです。サドンデス
ツアチーム勝ち抜けです。おめでとうございます。では早速 H ブロックの対戦進めていきたいと思います。アテネオリンピック金メダル、北京オリンピック銀メダルの茨城県出身の女子柔道選手は誰でしょう。答えはこちら。じゃんじゃん、こっちこっちこっち見てこっち。正解は私、スカラマキです。すごい。みんな物知りだなと思ってすごい感心してたんですけれど、私もあの茨城県民として本当に今日こうやってみんなの活躍を見れてとても誇りに思いました。とにかく頑張ってください。以上です。ありがとうございます。はい、ありがとうございます。決まりました。アイブロック第4問、江戸時代の俳人である小林一茶、松尾芭蕉、与謝蕪村のうち茨城に10年ほど住んでいたことがある人物は誰でしょう。知りませんでした。何を調べたらこれ出てくるんですか。ってなりました。では答えを見てみましょう。こちら、与謝蕪村。全チーム正解です。はい、第1組が今スタンバイしてくれています。ご案内したように3問先取ということでルールが変更となっていますのでご了承ください。まず準決勝第1組に登場しました。ここまで勝ち上がったチームご紹介。第10問、闇戸山地で平安時代から採取された。聞いたー、下立て中。正解。下立て中、おめでとうございます。下立て中勝ち抜けです。霞ヶ浦市立下稲吉中学校。第8問、つくば市が県内の作付け面積のおよそ8割を占めている農作物で、茨城県が全国一の産出額なのは。芝。大逆転。チャレンジして下稲吉中勝ち抜けました。気持ちいいでしょ。さあ、名前がホルダーに入りました。では第3グループの第7問、扁平な体に大きな頭と口を持ち、見た目が少しグロテスクな魚ですが、冬に鍋物にすると美味しい茨城県を代表する魚は何でしょう。竹園東。あんこ。決勝戦に進んだのは筑西市立下立中学校、霞ヶ浦市立下稲吉中学校、筑波市立竹園東中学校。さあ、この3校によります決勝戦です。第1問、茨城県が生産量日本一で、ここひたちなか市の名産でもある食べ物は何。はい、大きな声で。干し芋。正解。下立て中1個リード。第5問、2012年に作付け面積および出荷量ともに茨城県が日本一になった乙女、クインシー、アンデス。はい、来た。下稲吉。メロン。正解。ポイントゲットです。さあ、
リーチがかかったチームが2つ。続いて第6問。品質日本一との呼び声。タッチ、ホタテ中。タッチ、秋そば。自分が今まで解いたことのないような問題がいくつも出て大変難しかったんですけど、みんなでこうやって力を合わせて優勝をつかみ取ることができて嬉しいです。今まで知らなかった茨城県の魅力とかがもっと知れたのですごい良かったと思います。茨城の魅力についてもっといろんな県に発信していけたらいいと思います。まあ、とにかく生徒のそのキャパシティの深さ、それから可能性っていうか、これを今日は感じましたね。自分がね、生まれ育ったこの郷土、茨城にやっぱり愛着を持って、でこの茨城のために将来的にはね、何かこう役立つ人間にっていうような、そういった思いがでいっぱいですね、私はね。